はい、次はねスピットファイヤー使ってみましょう。スピットファイヤーはまあこれも何でもできるロッドとは言ってるんですが、特徴がありまして、ブランクスの特徴はねソフトティップ、ソフトティップ、やっぱねその低中断性カーボンを使うと、まあ、感度もまあ劣るし、竿も決してね軽くはない。だからその感度を衰えた部分とか、ロッドが重量かさむ部分をこのソフトディップで結構カバーしてて、結構ね思った以上に操作性はいい。だから僕はどっちかといえばネコリグとかワーム系の釣りに適してるかなっていうフィーリング、僕はね。って言いながら、まあ今シャットやってるんですけど、このスーパーストレッジのフィネストゥイッチにもいい。これもうシェイクかトゥイッチかっていうぐらいの弱い力、特にこういう冬の時期はいいんですけど、スーパーストレッジはすごい軽い力でピッピッって動くんで、こういうアクションさせるにはいい。逆にこうシャッドキャラとかみたいにハードジャーク、ドラッキングジャークだとちょっとティップがこうソフトに入っちゃうんで、そっちにはあまり気持ちよくないかな、使い心地は。こういうフィネス的なちょっと繊細なアクションをさせる分に関してはすごいいいと思います。ライトキャロとかね、ネコリグとか、そんなんはすごい使いやすいです。で、特徴、結構グリップも特徴的で、ここねフード、こうシュッてしてるやつやったんですよ最初は。よくある竿、今日はちょっとないんですけど、ここがここの隙間をなくすようにこのタイプのフードにしたんですよ。で、僕の初め持った時は正直な印象ですよ、あれグリップ太って思ったんですよ。太い感覚がある。でもそれは太いんじゃなくてしっかりフィットしてるんですよね。もう本当は遊びなく、遊びがないんですよここに。だからこれは結構好みに分かれるかも。いや遊び欲しいわ、アクションさせやすいからとかっていう好みには分かれるかもしんない。ただこのフィット感はロッドをこう重たい、軽い竿じゃないんですけど、決してスピットファイヤーでもこのフィット感で軽く感じる。それも七不思議やったんですけど、だから全然そのだるさ重てっていうのはもう全然感じないロッドになってる。でブランクスもまあ、筋肉質ブランクスなんですけど、ちょっとドラグ緩いな。これまあ今4ポンドなんですけど、まあ3ポンドでも使えるロッドなんですけど、映ってるかな、綺麗に曲がるんですよ。もうベリーからバットにかけてこうティップまでねしっかり綺麗に曲がる。だからそのドラグ設定を少々ミスっても切れない、しっかり吸収してくれるから、あやべえちょっとドラグきつかったと思ってもドラグが出ることなくラインブレイクしないです。もう初心者の方にも優しいサウンドになってる。まあ琵琶湖とかね、やっぱ突然でかいの来るじゃないですか、バスって。そんなんを例えばこう足元とかボート際で突っ込むやつ俺やないですか。そんなんも暴れにくいかな、魚が素直に吸収してくれるから魚も暴れにくい。
そういった面でもいい竿だ。PE とか巻いたらね、結構虫系とかにもいいと思うんですよ。ちょっとしたパワーフィネスもいける。まあ非常にこの便利な2本になっておりますね。シューティングスターとスピットファイア3月、発売予定なんで、ぜひぜひご予約をもう受注してると思うんで、お早めにお願いします。前のドリフトマスターも結構瞬殺でなくなってね、皆さんの手に届くのが遅くなったって聞いてるんで、まあ、今回も早めにご予約をしていただけた方がいいかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よっしゃ、来た。うわ、何やこれ、濃いや。マジか、やばいやばい、嘘やろ、マジか。嘘やん、わわわわわ、食ってんちゃう、これ。しかもわわわ、これは嘘やろ、昨日のもしかしてこいつか。スピットファイヤーのパワーを見せるにはいいかもしれんけど、食ってるし、そやん。うわ、潜られるもんはないけど、くくく、これ昨日のもしかして濃い？そやろ、曲がりわかる、これスピットファイヤーの。うわ、体に擦れた。いや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 、もういいよ、もういいよ。もういいよ。もういってば。わかったわかったわかった。もういいよ。もういいって。もういいよ、もうええ、もうええ、もうええぞ。でかいのは分かった。あー、君はすごい、君はすごい、君はすごいです。どうやって取るよこいつ。嫌だわー、はい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 、はい、はい、でっか。